前編で DL01 シャーシにコミカルバディのタイヤをつけた車ですが、ボディを製作していきます。ボディはタミヤカスタマーサービスで購入しました。6輪用のダイナヘッドのボディとステッカーです。余白を切り離して仮組みしてみます。他のボディと比べてボディ幅が非常に狭いので、コミカルバディのタイヤでも干渉しにくいです。カラーリングをどうしようかと考えましたが、ホイールの色が緑とオレンジだったので、緑とオレンジですぐ連想するのは私の貧困なイメージでは東海道線でした。でもこれはあまりに古いので、最近の東海道線というとこんなイメージかなと思いました。しかしボディ前面がちょっと寂しい気がしたので、白を交えたこちらのイメージで塗ることにしました。ボディをマスキングします。タミヤポリカスプレーで塗装します。まずシルバーを塗ります。次に白を塗る部分のマスキングを剥がします。ボディ前面に白を吹きました。次に黒を塗るので銀でサイドを裏打ちしています。黒を吹きました。オレンジのライン部分のマスキングを剥がします。オレンジを吹きました。白で裏打ちしています。緑のラインのマスキングを剥がします。緑を吹きました。防護フィルムを剥がします。ステッカーを貼ります。すべてを貼るわけではなく、必要最小限のものだけにしています。
ボディマウントは DL01 のものは細すぎて、手持ちのエクステンションが緩くてはまらなかったため、ボディマウント自体を M05 のものに変更しました。ボディを乗せます。ボディマウントが長すぎてなかなかはまりません。東海道線っぽくなったでしょうか。JR のロゴをネットでダウンロードし、プリンターシールに印刷しました。仕上げに JR のロゴを貼っていきます。完成です。試走したかったのですが、天候不順のためそれはまた別の機会に持ち越します。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。